スリランカの地政学的な価値は、多くのチャンスをもたらしただけでなく、中共にも注目されました。中共はインド太平洋地域での支配を拡大するために、スリランカを一帯一路構想に吸収しました。そのため、中共はスリランカにとって最大の貸し手となっています。スリランカがなぜこのような状況に陥ったのか。そして、スリランカはどのようにして債務の山から抜け出そうとしているのでしょうか。 スリランカはインド太平洋地域の奥まったところにある重要な分岐点に位置していますまずその交通の便を見てみましょうスリランカのハンバントタ港は世界で最も交通量の多い海上輸送ルートの一つである石油輸送路から10マイル以内のところにありますこの航路は世界で最も重要な石油輸送の海上水路であるホルムズ海峡とマラッカ海峡を結んでいますさらに 水深の深い港であるため大型の軍艦が停泊できる理想的な港でもありますその地性的な価値が中京の目に留まりました中京はこの港への関心を隠しませんでしたスリランカの元政府関係者がニューヨーク・タイムズに語ったところによると中京当局は港に誰が来て停泊するのかをスリランカが知らせてくれることを期待していたとのことですスリランカは 中国の主要なライバル国であるインドの海岸からわずか数百マイルという絶好の位置にあります中共は2014年にスリランカを一帯一路構想に組み入れましたこの構想は債務の罠外交と批判され物議を醸していますこの構想のもと中共は発展途上国のインフラ整備を目的に数十億ドルの融資を行いますしかし返済が滞ると 中共はその国の戦略的資産、例えば軍事的に有用な港湾を支配下に置きます。スリランカの場合、中共はハンバントタ港の建設のために数十億ドルをスリランカに融資しました。しかし、スリランカはその後、99年契約で港の管理権を中共に譲渡することを余儀なくされました。中共に借金を返済できなかったからです。そして、スリランカは現在、 債務危機に直面し,ていますしかし救いの手を差し伸べている国もありますアメリカ政府はスリランカの中小企業に対して1億2000万ドル約166億円の助成金を出すことを発表しました G7 の国々もスリランカの債務救済を支援する方針を表明しました隣国のインドはアメリカよりも多額の資金援助を申し出ており40億ドルを超える融資を約束しました また燃料のための5億ドルの融資限度額などさらなる支援の可能性も検討しているようです国際問題専門家のコメントがインドの寛大さを表現しているかもしれません専門家は「インドはスリランカに対する中共の支配力を弱体化させたいと考えている」と述べています。NTD ジャパンがお伝えしましまた。